どうも皆さんこんにちは。12月のロマンスインフォメーションです。こんにちは。こんにちは。すげえ今インフォメーションって言えてなかったよね。インフォメーションです。それでは、12月一発目のイベントのミナ君どうぞ。はい。12月の5日私ミナミバースでやらせてもらいます。ここなんですよ。よかったら、よかったらみんな来てくれると嬉しいな。456でビアコ行こうとしたの。ここなんですよ、ね、ぶっちゃけ連絡来たんですよ。え、ミナミバスでいつかなのって来て、すいません、めっちゃ待たせたね、謝って。俺の遊びの用事ですわ。さすがにまずいかなと思って。全然俺の用事は帰れるから本当にすいませんっていう話をしたんですよね。で、5日12月5日月曜日、まあみんなもしかしたら日曜日休みの仕事しょっぱなかもしれないですけど、まあおめでとうぐらい言ってくれたらすごい嬉しいんでお願いします。何を合わせ落としてんの。次誰。次誰。次ぬるしろでこの髪の次は俺ジャージーの。はい。あ、俺かマサス。締め取ろうとしてんの。すいません、じゃあ失礼します。イベントはやらないんですけどね、あの12月18日にまあ毎年やってるんですけど、まあ誕生日っていうことでね、皆さんお祝いに来てくれたら何かあるかもしれないですからね。いや、つってもお祝いの方が高いから余裕でね。どうしようもないけどそこはね。まああの29になるので、はい、その姿を見てくれたらいいなって思います。あ、おはようございます。じゃあ、僕が来月の28日に遠い、あ、すいません。来月の28日に水曜日ですね、バスイベントをやらせてもらいますそうそうだよ、水曜日、はい。また、3年連続になりますけど、ちょっと毎年、マノさんね、全然毎年叶わないですけど、僕とマノさんの一騎打ちです。はい、俺も入れて毎年してるんですけど、はい。え、何言ってるの。はい、何、今年こそ、俺とマナさんの一騎打ちですね。すいませんでした。終わらせるぞ。まずね、終わらせるぞ。これ、俺が入るけど、伊吹さんのお客さんには申し訳ないけど話にならないから、こっちが違う。よろしい。え、よろしい。いや、違うか。いやで、あと12月イベント盛りだくさんなんですよ。そうですね。で、24、25クリスマスイベントで、24はうちらスーツ着て、うん、ホスト、まあホストなんですけど、ホストらしい服装でおもてなしするんで、25日ふざけるんで、コスプレしてくれた人たちいっぱいらしいサービスできるんで、ぜひサンタさん、トナカイさん、オラフ来てください。で、裸でもいいよ。そこなんですよね。裸だともうセット料金も取らない。プレゼントコスプレ。プレゼントコスプレ。裸でニップレス貼ってね。はい、ですね。そこなんですね。ショートケーキ2つ。これ前も言ったから、多分。前も多分これ言ってっから。で、なんて言ったの？年明け。年明けはもうマラソン中。あ、そう、いいですか。じゃあ、それプラスね、多分これも、去年も言いましたけど、12月31日に、ロマンスのカウントダウンイベントをやらせていただきます。はい、パチ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 。いや、本当に年明けを一緒に入れるってことはね、本当素晴らしいことだと思う。そうですよね、本当にね、来年もね、みんなと一緒に飲みたいし、騒ぎたいしね。そうですね、本当に、なので、皆さん、カウントダウン一緒に過ごしましょう。お待ちします。よろしくお願いします。ジャニーズよりロマンスのカウントダウン、よろしく。ジャニーズで言ったら、まあ、ゆうきさんの話よ。ああ、そうですね。ね、ゴローちゃん。はい、ゴローちゃん。注ぐよ。稲垣ゴローに似てるでしょ。注ぐよ。俺、メラさんに似てるって言われてるから。メラさんです。メラさん。待ってまーす。